今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、モデル兼プロボクサーの高野智美さんです。よろしくお願いいたします。痛い練習用だから殴ったら痛いってこんなんで殴られたら死んじゃうよ死んじゃうよそりゃそれ薄いし、いやよくわかんないんですけど今日、はい、モデルさんなんだけどこうあれなんだよね、ボクシングのあれだよね、はい、あの試合があるから後楽園ホールで試合やるからぜひ見に来てくださいって話でしょ今日は。まあ、それもありますね、ちょっと、はい、あの宣伝よくわかんない。モデルさんだね、身長177センチ、また下90センチ、そう、上と、うん、何キロの、あのスーパーフライ級と言いまして 52.16 ですね、はい、52っつったら177から50、はい、100、わ細っ細うん、相手の人のって大体今まで、これさ、はいはい、4戦4勝中3 KO。あ、すごい、はい、そうですね。あ、やらせていただきました。KO パンチは、何ですか、はい、得意の。やっぱり私の中では右ストレートですね。右ストレート、はい、右ストレートが、はい。右ストレート。はい、好きです。へぇ、うん、よくフックとかよく見えないとか言いますけども、はい、フックっていうのは横からこう飛んでくるわけでしょ。そうですね。でも私の場合は、もう、それよりも。ちょっとその格闘モードやめてもらえます。ごめんなさい。すいません。拳握っちゃいました。拳握って今構えましたね、今私に対して。やっぱかっこいいなと思って見とれちゃった。なんか、肩の筋肉に力入って見えましたよ、今。キュッて上がりましたもん、ね。すいません。おっぱいもキュッてちっちゃくなりました、今も。なんかやっぱりちょっとボクシングの話になると構えてしまいますね、こう自然と出てしまいます。いいかっこいい、はい、ちょっとあなた、はい、なぜそんなモデル体型でそんな綺麗な顔をしてて、ね、その人がなぜボクシングに、おかしいでしょ。いやー、なんかやっぱりもともとキックボクシングをやっていたんですけれども、はい、あの7年間やっていまして、はい、で自分から、うん、あの試合を見に行くことっていうのをしなかったんですよ、はいはい、で初めて見に行って、はい、それが後楽園ホールだったんですけど、はい、すごくかっこいいと思いまして、うん、21とか22ですね、はい、の時に。それはなんでキックを習い出したんですか。キックボクシングを始めたのは中学校の時に帰宅部だったんですよ、うん、で何にもやることをしてなくって、うん、でその時に両親から何か一つでもいいからやり遂げることが大切なんだよっていうことを言われて、うんうんうん、であのキックボクシングっていうのを、うん、あのずっと電車で越境していたんですけど、うん、看板が見えていて、うん、行ったのがきっかけですね。電車の中から、はい、ずっと毎日、はい、キックボクシングずっと見ていて、その頃は結構シャロイダンスの始まりみたいな。その役職のさ、それで俺一緒に電車の中からね、うん、あ、はい、だけどその、うん、キックボクシングで当時はちょっと盛ん、今よりかもうちょっと盛んだった。そうでもなかった。 K-1 が、うん、平和の頃。そうですね。ただ、うん、私はもう本当に試合に見に行くっていうのが怖くてですね、うん、まさか自分がその選手になるっていうことも考えてなかったんですよ、うんうん、ですけど本当に自分の、あの趣味としてキックボクシングを始めたので、うん、自分がトライするだけっていう感じで、うん、他のものを、なんていうの、うん、他の試合を見るっていうこともなかったですし、それをやっぱ友達が誘ってくれたんですよ、うん、あの後楽園ホールで試合があるから見に来ないって言われたのがきっかけで、うん、まあ、友達に言われたので見に行こうかなと思いまして、そこで初めて見たのがもうすごい試合だったので、ここで、うん、まあ、今日ズボンだよね。はい、そうですね、ズボンだよね。動けるようになってますよ、はい、ちゃんと動けるよね。三浦は、うん、大好き、格闘技大好き。君はジム通ってた。私キックボクシング今も習ってるんですよ。キックやってんですよ。やってみる今日ファイト。もうただ恐ろしいことに、うん、だいたい平均すると月に1回しか行ってないっていう、うん、年間12回年間12回お前帰って笑われるようなこと言っちゃダメ。帰って笑って。でも飲み会は20回参加してるから。そうそう、飲み会は20回、はい、ね、高野さんちょっと笑いすぎですから、ね、ごめんなさい、ね、そこまでバカにするとかわいそうだよね。私は子供の時から男子と拳で対等になりたいっていう願望がずっとあったんだけど、それはないんだ。それはないです、うん、そういう気持ちはなくてです、やっぱりちょっと、うん、あの試合を見るってなると構えてしまう、なんか怖いなっていうイメージがすごくあったって感じです、はい、ちょっと足ピュってやってもらえませんかね。あ、全然大丈夫。足ピューはできます。いやでもしなやか、あ、ちょっと、うわ、で、すぐ、うわ、何、うわ、どこだろうね。どこでしょう、どこでしょう、ちょっと場所開こう。あ、脱いでいいですよ。脱いだ方が安全安全。いやー、ちょっと、何か、ちょっと待ってよ。あー、
そうそう。あ、すごい。はい。ちょっと見せない、見てない。じゃあ、じゃあ、場所今作ってる。あ、すいません。私やります。すごいね。ちょっと足ピュンっての。キック。うわ、すげえ。やっぱ柔軟性も、やっぱさ、若くて、体が柔らかいね。今だから、足はあれですよね。身長177ですよね。はい。足は177。そしたらさ、ちょっとさ、はい、大竹さん、ちょっと向かい合って。向かい合って。なんでだ、俺、お前だろ。俺、キックボクシングやったことないよ。だって、タッパ一緒ぐらいだもん。一緒じゃないよ。ハイキックちょっと決めてみて。ハイキック。決めたらどうするの？決めなくていい。すんだめすんだめ。ハイキック簡単に入るなと思って、今。いや、この辺に持ってればハイキックはあれか。あの耳の横にこうやって構えてれば。怖い。でも絶対無理だな。無理だな。なんかもう一つとか。もう一つね。ちょっと危ないかな。こうやっとけばいい？まあ、軽いハイキックですよ。軽く軽く。こうやっとけばいい。いいですか？こうやっとけばいい。こうやっとけばいい。位置を決められた。動いちゃダメだよ。あ、そんなに来るよお前、何言ってんだよお前。やってんのよお前。大好き大好きこういうの。え、やっぱね、ファンだもんでね、技かけられたりとかね、殴られたいっていう願望がやっぱね。お前さ、マイクがどこにあるか分かって喋ってんの？え、だって興奮しちゃった。だって好きだもん。こう強い女の人大好きだもん。どこどこどこ、ここ、そうですね、ちょっと。あのね、肘が先に出てちゃダメ。肘はもう肘に入れとかないと。そうそう、こう、いや、お前、じゃあもっと手にちょっと力入れて。じゃあちょっと一回練習で。ここに走ってください。何今から打つんだ。もうハイキック。そうなる。違う。そうなるから気をつけろって。俺は今手でパシってやっただけで、そのくらいは来るよっていう話。よし来い、いきます。軽くいきます。ああ、よし来い。わあ。もうちょっと、もうちょっと強めに。もうちょっと強めにいってください。ああ、わあ、面白い。わあ、すごい。やってやって。わあ、すごい。あ、素手で今。あ、すごい。あ、すごい。何それ。もう全然軽く打ってくれるよ。うわ、すごいな、もうね。うわ、すげえ。なんでテレビじゃないんだろうね。やべ、興奮してきちゃった。信じられないよね。美しいね、やっぱ所作が。あれが、肩が、手足が長くて、やっぱ、とても美しいね。KO した時の、このノックアウトパンチみたいな時は、こう、顎か何かにちゃんとヒットした感じっていうのはあるんですか？そうですね。拳のところに、ゴツンと、骨が当たるっていうんですかね。顎の骨が当たるっていう感覚はありましたね。ああ、そうですか。はい、相手の方の。そうですか。はい。ノックアウト、された、倒れたことはないんですか？今まではないですね。まあ、軽い脳震盪はわざってやってない、それじゃ。男子と毎日、こう、スパーリングするんですけど、そういう時は、やっぱりありましたね。脳震盪というか、この顔が真っ青になることも、最初の方はありました。でも今は、ないですね。脳が揺れるってよく聞くけど、それは、その感覚は？なんか、練習が終わった後に、なんか、ぼーっとしてしまうというか、なんか話をかけられても、それをうまく返せなくなるって時はあります。あ、そうなんですか。はい。殴られた瞬間はないんですか？キーンとしてますね。殴られた瞬間、キーンとして。どうだろう、キーンって。なんだろう、音がキーンって聞こえるんですよ。なんだろう、なんか、キーンって何？キーンってな。なんて言えばいいんだろう、効果音がわかんない。キーンですね。それで、しばらく経つと、やっぱり知らないうちに、ちょっちゅねーとか言ってるわけ。ちょっちゅねーね。団子焼き始めた。団子焼いたりしてるなんか、こういう、なんか知らないうちに、カエル飛びみたいなことはやってないですか？まだまだやってないですね。あ、そうですか。関根勤さんの真似とかしませんか？逆。え、何や。関根勤さんの真似って。いや、わかんないけど。輪島さんとかね。でも、ボクシング、具志堅さんとかね、競泳場に所属。そうなんです。11月に、移籍しまして、はい、そこから。本格的ってことですか、それはもう。そうですね、やっぱりちょっと本格的に、やっぱベルトが欲しいと思ったので。やる！ね、なんでキックとボクシングで分かれ道は？キックボクシングは本当に趣味でやっていたんですけど、ボクシングの試合を初めて見に行って、そこから転向したんですよ。で、そのきっかけっていうのが、やっぱりボクシングの試合を初めて見て、オリンピックが2012年の時に女子の強化種目になるっていうのを知りまして、そこから自分もいけるんじゃないかという、なんか、ちょっと天狗になってしまったというか、望んでしまったんですね。そこで、やっぱメダルが欲しいと思いまして、アマチュアのライセンスを取って試合をしてたんですけれども、
負けてることがすごく多くて、うん、勝つことを知らなかったんですよ。アマチュアの時は。そうなんです、はい、ずっと負けていたんですけど、はい、あ、負けてたんですか。ずっと負けてました。で、勝つことを一回もしたことなくて、うん、で、まあ諦めてたんですけど、まあプロになって、うん、今ちょうど4回勝っているんですけど、はい、はい、そうなんです。でも、やっぱしずちゃんなんか倒しちゃう。いや、階級が全然多いとかね。いや、でもなんかそのタッパからしたら階級揃っちゃいそうな気がするけど、しずちゃんもでかかったかね。でかでかい。しずちゃんも、うん、70後半あったかな、はい、うん、ミドル級ですね。80あったっけ。ミドル級、はい、70代か。でもさっき始まる前にミリオンダラーベイビー見たって聞いたら、もう見ましたって、はい、クリスト・イーストウッドは、はい、一番好きな映画ですね。感動しました。本当に悲しくなってしまって、ね、ちょっと悲しいじゃないですか。そうですね、はい、怖くなっちゃうじゃん普通は。すごいよね、主役やった人だ、ヒラリー・スワンクだっけ、うんうん、最後でもあの映画は相手の意地悪で、うん、ベッドから動けなくなっちゃうんだよね。そうですね。もう、それで、最後動けなくなって、マギーのつけてる呼吸器を、こう、外しちゃうんだよね。っていう、まあ、大好きな映画だけど、この結末は、こうやってる人にとっては、どう思うの、これ。いや、怖かったですね。でしょ？怖いよ。そうですね。悲しくなりました。なんだろう、なんか一生懸命頑張って、目標に向かって頑張っているのに、周りっていうか家族の人たちが、こう認めてくれないというか、もうお金とか、そういう欲、全然頑張ってるのに、本当に認めてくれなくて、で、最終的に試合が終わった後に、こう、殴られてしまって、そのままもう。それが後遺症になっちゃうんだよね。そう、それがすっごく悲しいなと思って、なんか、でも、なんだろうな、あんまりうまく言えないんですけど、私は怖くはならずに、なんか、なんだろう、すごく、なんだ、影響の受けた映画ですね。普段、はい、朝5時に起きて、まず、はい、座禅を組む。ねえ、そうですね。その後、東京タワーで、往復5キロのロードワーク、はい、お昼からジムワーク、はい、ロープ3ラウンド、ミッド数ラウンド、はい、サンドバック10ラウンド、スパーリング6ラウンドから12ラウンド、うん、腹筋腕立て200回、うん、はい、すごいよ。ミリオンダラベイビーじゃない。もうミリオンダラベイビーじゃない、あなた。あれの映画の中だってウェイトレスしながら、もうちょっとしたら帰り道とか行く道は全部シャドーボクシングだったし、はいはい、そうですね、すごく影響を受けましたね、あの映画は。はい、ただお寺には多分行ってないですね。あ、残念。それは私の方がすごいってことですか。そんなことないですよ。これが勝つコツだとか言ってるんですね。でも、まあ見てて、はい、始めたって言うけども、はい、やっぱしその、電車の中から見ててって言ったけど、うんうん、やっぱり高野さんやっぱタッパあるじゃない。はい、タッパあると、はい、やっぱりその、タッパの、まあ今もスタイル良くてモデルさんもやってるけど、うん、若いうちは、ちょっとそこってコンプレックスじゃなかったの。でかいのは。あ、身長のコンプレックスはあまりなかったですね。なかったですか。はい。いやなんだろう、うん、やっぱり幼稚園の時から一番後ろだったんですよ、うん、で小学校も中学校も一番後ろだったので、うん、前に行くっていうことも考えたことないですし、うん、大林元さんがこの番組に来た時にはもう子供の頃デカ林ってね、はい、からかわれたりとか、うんうんうん、それで、はい、あの人は復讐してやるって、はい、だって、はい、それで天職の、うんうんバレーボールを見つけるんだよね。そういうことじゃないんだ、それじゃ。あなたは。全然関係ないんだ。身長でコンプレックスはあんまりなかったですね。うんうん、はい。勉強でも何でも、そういうあんまりコンプレックスみたいなことじゃないの、それじゃ、原因は。そうですね、うん、そういうことではないですね、うんうんうん、はい。でも、ここ6年。はい。恋愛してないですよね。そうですね。そんな資料ありました。はい。してないですよね。恋愛をしていないというか、うん、出会いがないという
感じですね。あるよ、ジムで。いや、なんかよく言われるんですけど、やっぱボクシングをやりに行っているので、で、みんな練習しに来ているので、恋愛をしに来てるっていう感覚ではないんですよね。で、みんなもそうなので、特にこう、恋愛に発展するっていうことは今までなかったですね。おかしいな、筋肉量があったりとか、はい、やっぱスポーツやってる人って男性ホルモン強いから、はい、結構恋愛落ちりやすい条件は揃ってんだけどね。なんか全然一度もなんか番号を聞かれたこともないですし、はい、魅力がないとか、はい、バカ言ってんじゃないよこの人は、何言ってんのねえ、それだけの小美しい体を持って、私ですから、用番号聞かれる、そうだ、うん、お前番号聞かれる、うん、まあ連絡事項がすごい来るから、連絡事項が、連絡事項がすごい、それは連絡事項だろお前、うん、まあね、まあそうなんだ、恋愛してみたいと思わないですか、でもそのいや、なんか恋愛今できないかなって思いますね、両立、うん、ですね、余裕がないですね、心にもないですし、時間の余裕もないですし、どうなんだろう、優しくなっちゃったりするのかな、恋愛するとなんかハマっちゃいそうな気がするんですよね、なんか、その男性の人から、もう男性と練習とってなったら、おそらく男性を取ってしまいそうな気がするんです、自分の中で、はい、なんかまだそれはやったことないんですけど、トレーナーとかにはそういうことは言われないの、うんうん、この科学的な、はい、やっぱり恋愛をすると女性ホルモンが増えちゃうからとか、そういう科学的なことはみたいなことは言われてない、試合前にちょっと、そういうメイクラブみたいなのはしちゃいけないとは言われましたね、やっぱり、はい、それはジムの会長さんもみんな言うんですけど、膝に来るらしいんですよ、なので、ね、膝に来るの、はい、膝に来るらしいんです、それタイ、ね、とかじゃなくて、タイじゃない、え、どういうこと、ちょっと待って、膝に来る、ちょっと待って、ジムの人は恋愛が膝に来る、はい、恋愛、メイクラブが、メイクラブが、はい、膝に来るメイクラブを前日にすると膝がラブすると膝がガッカッあれ、それタイとかじゃない、前にいたジムの会長、前に私が移籍する前のジムの会長さんがよく言ってたのが、65戦している方だったんですね、で、結構試合をしているといろんなことを試したらしいんですよ、で、そのメイクラブをした時としてない時のやっぱ試合を負けてしまったって言ってましたね、メイクラブをして試合をやった日にはもう絶対負けてたって言ってましたし、男、女、あ、男性です、男性はやっちゃう、はい、でも女性は違う、でもどうなんだろう、そう、もうちょっと打たれすぎちゃった話なんだね、わかんないけど、なんかこう、なんかただですね、高野さん、はい、今は、はい、そういう論理って、うん、多分もう通用してないですよ。あ、本当ですか？逆ですよ。え、本当ですか？本当です。え、男も？男もです。え、男はさ、前の日やっちゃダメってよく言うよね。何を言ってるんですか？だって経験で会長も言ってんじゃん。あんたバカね。何よ。オリンピックね、はい、あれでも、まあ、コンドームの使用量、はい、うん、も、多い。その噂よく聞きますけど、理論上もあれですよね、した方がいいの、変わったんですよね、前は、本当ですか、そうです、本当です、ずっと我慢してましたごめんなさい、そうでしょ、そうでしょ、なんて素直ないい人、あなたね、あった、あなたのだから理論ね、我慢してたんでしょ、だから我慢してたのかな、それでいつも座禅してたのかいな、あんたバカね、それもう、はい、はっきり古いです、まあ、私の言うのなんですけど、はい、もう一回ちゃんと調べてみてください、科学的にちょっと、科学的根拠は、ね、もう、こう、なくなったんですよ、全部なくなったんです、かえって、した方の方がですね、記録が伸びてる例がちゃんと今見つかって、ここ。それは男性。そうそう、男性と女性では全然違うよ。違うんですよ。男も女もです。言っとくけど、おっぱい無駄死にですよ、あなた。無駄死に。6年間死んだおっぱいってことですよ、私に言わせれば。でも揉まれてないのかな、切ないわ。そうそう。だってだって彼女揉まれてない。ただおっぱい、撃たれてるだけだから。おっぱいは撃つもんじゃない。おっぱい揉むんだから。あんたら勘違いしてますよ、はっきり言わせてもらって。いや、でもなんかそんな話、高野さん今泣きそうになってますね。ちょっと一回それ持ち帰ってさ、一回持ち帰って、ね、科学的には、そんなね、二度も撃たれた親父の言うこと聞いてんじゃなくてですね。はい、いや、でも経験値ほど正しいものがないし。いや、違う違うって。新しいのはそうじゃないんだって。本当ですか、本当だっては。
はい。マジでか。はい。私もちょっと知り合いにいっぱい聞いてくるわ。はい。勝った方が勝つ、負けるって、ね、ちょっと知り合いを見て。っていうかね、はい、これを、こんなことを教えてくれた男性って、たとえ年取ってても大事ですよ。じゃあ見に行きなさいよ。見に行きなさいよ。見に行って。ね、お知らせがあります。うん、高野智之さんの次の試合でございます。はい。3月24日、水曜日。うん、後楽園ホールで午後6時開始、はい、うん、あ、そうですか。3月の24日水曜日、うんうん、月曜日です、ごめんなさい、水曜日じゃないの、はい、3月の24日月曜日、はい、後楽園ホールで午後6時開始です、はい、324です、チケット料金4000円から1万5000円まで、これシートによってお値段違いますからね、4000円から1万5000円まで、詳しくは競泳ジム 03-6273-2117、うん、03-6273-2117 までお問い合わせください。はい。うん、ね。私の言った新しい理論を取り入れて。うん、はい。おたけさん、鼻の一つでも出してる。いいよ、鼻出すよ、鼻。うん、鼻出すよ。大竹誠さんより、奨励賞が、うん、なんかこのキープみたいななんかね。うん、ありがとうございます。ただこうなってくると、3月24日試合で、3月23日の夜はどうなってるのかな。やだやだ。最低、今最低なこと、はい、最低の番組です、ごめんなさい、最低の番組です、本当格闘技は本当は好きですからね、うん、はい、お時間来てしまいました。今日のゲストは高野智美さんでした。ありがとうございました。すいません、頑張ってね、はい、ありがとうございます、うん。